やすしはあれなの、大阪で絡む人いないでしょ。全然いないですよ、誰も。もう東京来ればいいのに。いや、引っ越すんですよ。あ、引っ越すの、東京に。多分埼玉に。埼玉。あの、ちょっとイントネーションやめて。めっちゃ嫌いなんだよね。埼玉。埼玉に。のりちゃん。埼玉に引っ越してくるって。要因がまじ、ね、うん、マジマジです。部員が増えました、ね。部員増えちゃうよ。おい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 。嬉しそうだな。ほら、マジ。ほら、嬉しそう。一緒遊ぼうよ。嬉しそう。遊ぼうよ。遊ぼうよ。マジで、え、高知高校？マジ千葉とかにした方がいいよ。危ないよ。あの埼玉住むと本当めちゃめちゃ誘われるから。ほら言っただろ。ほら言っただろ。よし。めっちゃ誘われる。ちょっとでも、だからそもそも断れないように配信中にかけるもん。うわー。のりちゃん、なんか俺さっき朝日芸能って本見てたんだけど、埼玉県の移住率が異常に下がってるって言ってたよ。多分あれじゃない？だから俺がここ引っ越してから近所にいろんな事件起きるんだよ。50歳でナイフ持ったおっさんが人を切りつけたんですよ。ちょうどいなかったんですね。本当に小学校の裏で殺人事件とか結構起きてて、やばいね。俺が疑われてんだよ。そうそうでしょ。だってこの辺で簡単さ、ふんどし一丁で持ちついてる人でしょ。いや、でもおめえやったからって言われたけど、俺その頃チャリ乗ってたんだ。やりようがないじゃん。あれ人肉じゃないっすよ。いや違う。やばくない？人肉やばくない？人肉じゃないよ。人肉じゃない。筋でこれは入ってるって、牛筋でこの刺し半端じゃないですよね。そう、買ってきたの。うわすごい。すごい。いいね。この肉が生で食べちゃう。生で食べちゃう。あれ？ちょっと見たかった。え、嘘。こっちも本当に生で食べちゃうでしょ。ダメだよ。危ない。マジで。え、こっちも本当に本当に嘘でしょ。生いけんの？霜降りの嘘でしょ。牛はいける。マジ？やばい。やばい。始まった。みんなユッケ始まったろ。おいしい。ユッケじゃない。ユッケじゃないから。ユッケうめえな。ユッケじゃない。これはやばいよ。やば。小島開けたら何でも食うから。うんこ以外何でも食える。始まったぞ、小島。実際食えた、おいしい。うまい、うまい。なんかバターみたいな。バター、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 牛肉だよ、バターって。バター食べちゃったみたいな。早いよ、お前。早いって。うわ、やめろって。ちょ、ナーボー止めろよ。逃げてる。俺、オケラっていう。虫なんですけど、いや無理だよ。なんか小島がグイッと行って、あ、おピンすか？いけちゃう？これ全然、これ匂いやばい。いやマジで、あのね、ヘデモン。うわ！いやマジ、うわ！小島それ食える？あこれ余裕。いいの？そのままクリクリって。ちょっと待って、やばい。まず、もうどんな？だってさ、なんかケンタッキーと。いやもうちょっとマジきつい。ウイングウスみたいマジ無理だわ。ちょっと鼻が出てきた。味はどんな感じ？無理だわ。エビの味か。普通に食うのがやばい。何でしたっけあれ、それ何ですか？ちょっと待って、小島あんまりさ、バクバク食べられると、これ一匹食うのに俺配信30分引っ張る。それやられちゃうとさ、俺何だったのかってなっちゃう。ヤスシとかモノマネうまそうなイメージよね。モノマネっすか？で、ドラえもんやってるだけだろ。俺、馬のモノマネしかできないです。馬？馬？馬いいっすか？じゃできないですよ。マジで。すごいっすね。お前よくこれ。将来のヒカキンやわ。いやマジで馬だけにうまい。でしょ。ありがとうございます。え？あ、どうした？荒れる。今年荒れる。今年かこんな感じでいくの？ちょっとここでじゃあ即興ラップやろうよ。ビートボックスできるからね。順番にぐるっと回ってね。ドフ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 で4回入ったら。オッケー。今回交代で。よ新年会に埼玉に参上、上気分は上がってけよ。パスタマイクさ、次はポンスケ、どんな感じか調子どう？イエイエイ、今日は朝まで生放送よ。コメント止めんじゃねえぞ。俺らみんなで盛り上げてく、さくらく中島、次はタクシー。よよ話が聞かぜ、話を聞けるなら、なん結構まあね、ラップとかよくわかんねえし、わかんねえ中でも俺は俺でやっていくから。おぉパスを出してくれ。やっていくんで、じゃあ塩昆布よろしく。へいよ。おい
方が雑なんだ。だから俺もわからない。全然コメント流れて見えないけれどもクソばっか。次は直樹兄さんだ。去年の雑談会から来た流れ、ラップが全然できないけど今日は今日とりあえずパス。パス。俺もラップ よく分かってねえ。でも頑張ってるぜ。おう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 。野田さん。よよよ。ヤミーのお母さん、あれは本当はお母さんじゃなくて近所のおばちゃん。近所のおばちゃん金で雇ってお母さん役やらせてる。本当のお母さん床の下。事件じゃねえか。いや、いや、俺、最近、家変わったんだよね。でもね、ボルダネちょっといいんだけど、これラップに乗ってっかいどうかわかんないんだよ。知ってるぞ、こいつ。バールで家こじ開けられちまったんだけどさ。ごめんね、なんかよくわかんないけど、次。最後は俺がかましてやるぜ、イエーイ。NABO、ナボー、腹筋、やすしのビートボックス、最高。石川のりゆきのお茶の飲み方は正直、飲んでなかったことがここで証明されたところで新年会盛り上がっていきたいなと思ってます。石川のりゆき、へいよ、最後にまとめるぜ、のりゆき。まずは直樹兄さん、お前だ。買ってくるケンタッキーの量が少なめ、どうせならもっと買ってこいや。たかし来るのが早すぎる、テンション高すぎる、ちょっと疲れてる。それじゃもったいないぜ、元気出していこうぜ塩昆布。ゲオの店員か静かすぎる、そんなんじゃダメだぜ、前に来い。得意のゲームはどうした、もっと上がってこい。へいよ、闇の言ってることの8割が理解ができない。どうしよう、けど楽しいぜ。他のやつはパス。イエーイ。ラップもできちゃうんだ。ラップは全然できないです。あ、できないんだ。ビートボックスだけなんだ。ちょっともうちょっと聞きたかったよね。チキチキポーチキ、すごいね。すごいのないの今の。なんか普通に今の普通の、普通のすごいね。すごいすごいのすごいの一番すげえやつ、自分個人的に好きなやつでいいです。ドラえもんビートボックスとか難しくなぁ。メイクアリキのやつをビートボックスでやらすな。ドラえもんビートボックスですね。モノマネしてからいりますね。ふーん、僕ドラえもんです。ウィップウィップデブウィップハイルウィップデブウィップデブウィップロロロブンブンブー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 ン。この中で配信歴どんな感じ？まあ俺とかはみんな知ってると思うけど、みんな今何年ぐらい？7年。じゃあこっちから回っていこうか。7。7年。おお、長くなった。俺9年。9年。おお、すげえ。俺2011年だから同じくらい。9年ぐらい。俺5年。5年。大輔は？俺今5年半とかする。5年半。だし。2年10ヶ月です。うわ、やっぱ若い。若い。夢は2年だって。まだ2年だよ。すごいなぁ。2年だって。何年やってるの？のりちゃん2年の時何やってた？2年。嵐。女の子泣かしてた。女の子泣かしてた。覚えてる？みんな最初何やってたかとか。自分が。俺はここ覚えてんだよね。配信する前にさ、俺が九州で外配信してたらリアドツに来てくれたんだよ。リアドツ来てくれて、普通に話せばいいのに、外国人のグリしてとってきたんだよ。いや、あのね、この俺の前が外国人だったんだよ。韓国人だったんだよ。誰が？ああ、野田の前に来た人かと思う。来た人は韓国人で、で、俺その流れで入ってきたから、なんか韓国人扱いされて、もうそれ否定するのめんどくさいから、うん、そうですみたいな感じで。あ、そうかそうか。野田の流れで韓国人になってて、で、仕事何やってんのって聞いたら、なんか、オペレーターかなんかやってる。受付かなんかやってんだ。あ、じゃあしっかりした仕事だねって言って。でもなんか、君面白いねって俺がいじったのよ。配信者やった方がいいよって言ったら、あ、そうです。
ですかねって言いながらその時は離れたんだけど、それこまあ金前とかとも絡んだりして自分で枠開けるようになったんだ。おあの時の野田じゃねえかって、まあ、その時まだ野田じゃなかったんだけどさ、で見に行ったら喋っててでコメントとかで何やってる人なんですかとかって聞かれたら無職ですとか言ってお前俺に言ったのに働いてて仕事やっててマウント取ってきたんだよ俺無職だって立派な方だと思ってたのに平気で無職っていう。俺ね配信始めて1年半ぐらいね、うん、その働いてる設定を守ってきた食品関係の会社の事務をやっててシフト制だからみたいなこと言って配信者始めたてあるあるよねそれね。俺がリアトツした時すでにニコ生追い出されてたからねやりすぎて。だって俺一番最初にツイキャスに話しかけられた内容が8000万払えって言われたんだよ。え岡松さんになんでまだ誰も追加最新やってなくてやっててラモンズの曲流してオープニングでやってたの、うん、そしたらピコーンとか言って上のなんか運営からのメッセージで赤い文章を書いてクリックしたら、うん、8000万円の支払いを命じます、うん当時まだそんだけ追加ができてなかったからすごい厳しかったから、うん、音楽流してるだけでバンみたいな、そう逆に緩かったんじゃなくて厳しいめちゃめちゃ厳しかった。だからここにホワイトボードみたいなの用意してごめんなさいって書きながら書いてそういや当時バンとかじゃなかったんで放送止められたりとか、はいはい、スローにさせられるの。え嘘だ。いやマジ、なんか喋ったらそんなことない強制的にそんなわけだよ。俺だけなのかなと思ってパッてトップページ見たら新生かまでちゃんのノコもやってたの。ノコ見に行ったらノコもおスローにされる。そうスローにされる。マジ